カメルーンのキツズミキツズミとは、中国南部から東南アジア、メラネシア、ポリネシアなどの太平洋当初、アフリカ大陸や中央、アメリカなどに広く分布する、大名楽器の一種。木材の内部をくり抜いて空洞化したものを1から2本の譜で、打奏することによって、音を出す。キツズミは儀式を彩る楽器として、遠方の仲間と交信するための信号機として、 戦争時の警報器として、娯楽から祭祀に至る、多種多様な目的で用いられる木製の音響器である。名称は地域によって様々で、スリットゴング、スリットドラム、割れ目太鼓、タムタムなどと呼ばれる。通常は、割れ目のような、細長い穴から内部をえぐり出して作られるが、板材を貼り合わせて作る場合もある。地面や貨台に横置きにするタイプのもの。 縦置きにして、上端を手で支えるもの、紐で縦に吊るすものなど、形状も多岐にわたって各地に広く分布している。木魚や、ウッドブロックなども、この一種となる。大きさによって、音の工程が変化し、大きいものほど音が低くなる。類似のものとしては竹つづみなどと呼ばれる、東南アジアなどで用いられる、竹製の体名楽器がある。サモアの木つづみここでは、 各地域の木みについて簡単に紹介する。木みは木をくり抜いただけの単純な形状をした素朴な楽器であることから特別な起源や歴史的な系譜は存在しておらず、それぞれの地域に居住する民族によって生み出された。このため民族的なつながりや因果関係の全容については研究がなされていないが時代を遡るほど大きく、 単純な作りになる傾向にあり、次第に精巧な彫刻が彫られたものや、小型化したものへと発展していったと考えられている。ありがとうございます。